どうもジョレです。青鬼実況、パート2、やっていきたいと思います。お願いします。お願いします。じゃあ、行きます。どうやったっけ？あれ？あれ？動かへんぞ。ん？あー、今日行くぞ。10分28秒やっとるからな、このプレイ。おぉ！あいつから逃れてからの、あ、行かれへんな、こっち。怪しいな、ここ。うわぁ！びっくりした。あっぷんで！あっ、やばい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 、ああ！間に合わない、ま、間に合わないでござる。出てくるのあいつ、早すぎやろ、あいつ。どうなっとんどや、あいつ、ほんま。いかんとこやめよ。あいつ、早っ！出てくるスピード。うっ、びっくりした。でも我々には目的がありますから、ヒロさん。何だっけ？何すりゃいいんだっけ？ピアノの部屋の汚れを取るためにあるものを取りに行くんですよ。なるほど。うん、ほう。まあ、神。もしくは。まあまあまあ、ウェブネイ。ほう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 。カーペット。もしくは。本。ほう、まあ、これはもう調べたかないと思うね、ここは。うん、あーもうやめたくなってきたな。早い早いなんかもうあいつ来るもんな、俺んとこ。あいつほんまやめろよ、ほんま。ああ来るで、開けとけよ。あいつ来るんすよね、正直。いますね。あいつどこいるんすかね、今。ちょっと休憩しよう。あいつどこいるんすかね、今。どう、まあ、常にあなたの背後にって感じで。あいつって正直ワープするんですか、やっぱ。どうなんでしょうね、その辺のシステムはよくわからないんですけど。なんでもありなところあるんで。なんか絶対ここで絶対出てきますよみたいなのがやっぱあるんですよね。ありますよ、あいつが 100% 出てくるみたいな場所。うん、うわある。びっくりした。そう、なんか分からんな。うわ、ちょっと一回離れとこ、俺パソコンがちょっと離れといてみます、これ。ちょっと離れとかな、ほんま危ないからな、ほんまこれ。大丈夫、あの画面から出てくることはないと思う。あいつほんま、あーね、ここそれ調べてんない。なに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 、え、セーブ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 。ちなみにさっきお風呂の線を抜いて中からプラスドライバーを取りました。なるほどね、うん、はっつー。ちょっと今一仕事行きましたね。一仕事です。ナイスゲットです。それが必要なものその1です。さっき俺シャワー浴びたばっかなんですけどね、無駄に額にちょっとシャワーの雫が、すごいっすね。プラスドライバーか、なるほど。マイナスじゃないところがミソみたいなとこありますね、これね。そうですね、あえてプラスにしとるっていうね。うん、まあ、でもここ来たらお前全滅すると絶対。ガッガッ、おこ、おい、セーブ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 。で、これ全滅した時のようにファイルいっぱい作った方がいいと思うね。うんうんうん、頭やろ俺。頭いいでしょ俺。いいと思います。はぁ、おか、トイレ閉まるだけかい。開くだけ、開くだけー。うわぁ、さっきおらんかった、おかしい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 。あーさっきおらんかったやんけ、お前どっから出たんやおい。たけし、たけしじゃない、たけしじゃない、たけしちゃん、こいつたけし見えた。今よく見た、こいつ顔結構やばいな。顔でかすぎやろお前、何等身やお前、おい一等身か、おい。1.5。あーおう、うお、逃げた、あー逃げた。おかしいやろ今の。あいつスピード速すぎるやろあいつ。焦った、あいつ速すぎるやろあいつ、ほんまに。サイレント鈴鹿かよ、ほんま。サイレント鈴鹿、そう、いや馬の名前なんですけどね。へ、あいつ速すぎやろほんまに。あ、でもヒカルさん、あの必要なものを手に入れたので。いやちょっとおかしいです、さっきのね。
なんか、うん。絶対おかしいわ、さっきの。あいつ早すぎやろ、移動すんの、あいつ。あいつ、飛んだったぞから瞬間移動覚えたんちゃうか、ほんま、あいつ。一回。悟空かよ、ほんま。まあ、その悟空に打ちましょう。ちょっと待ってくれよ。どっから始めたんやろ。コンティニューやけど。さっきこっからね、速攻来たからな、俺。うん。でも逃げれたはずやん、さっき。逃げれる、逃げれる。あれ、来おへん。あ、来おへんかった。次、どこ行ったんですか、ラマ、ちょっと、正直ちょ。ちょっと待って。次、どこ行こう。アイテムをチェックしましょう。アイテムチェックで、まあ正直、うん、結構ゲットしたねん。そうですね。あ、これで正直さ、あれやん。ピアノの血、洗剤かけてさ、ハンカチで拭くんやん。イエス、その通りです。イエス、タカスクリニック。タカスクリニック。ピアノの部屋どこやったっけ、それで。なんか落ちた気するの、上から。2階ですね。まだ何やろ。正直、青鬼が出てきた時の方が俺は、やりやすいな。うん、あいつが出てくるまでが俺ほんまもう嫌やねん、あいつ。ほんま。うん、来んなよ、ほんま。ちょ、セーブしよう、ここで、一回。俺の駒をセーブ。もうこれはちょっといらんわ。オッケー。ある日、ある日。あああやめて、助け、助け、助け。あ、早い、早い。いやーいって。あ、逃げられた。あ、おれへん。大丈夫、逃げ切った。ナイスです。あいつ、おい、ほんま、舐めとんか。こっちやん、ピアノの部屋。イエス。あぁ危ねえ。危ねえ。え、なにこれ、なにこれ、どうなの。え、アイテム使えないですよ、これ。あれ、あ、一回戻って。ちょ、待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ。このページが持った瞬間出てくるとかないよな、ほんま。やめろよ、ほんま。これほんま。やめときよ、それだけ。ほんま、一回ちょっと水飲みます、ちょっと一回。はい、どうぞ。ちょっと一回、汗たい、夜風上がっていこうかな、ほんま一回。結構俺もね、今まで人生でいろんな視線をくぐり抜けてきたんですけどね。うんうんうん。今日ほど汗たいかいたことは今まで2回目ぐらいですね。あー。なんと、その2回目が、あの鬼と。すごいゲームやな、これほんまに。これ、R15 を超えとるやろ、絶対。ドッキリ要素満載ですからね。ふぅ、ちょっともう行くか。よいしょ、行きましょう。どうもやっぱあれやな。うん、誰かやってほしいな。あれ、どうしたんですか。だってアイテムを開いて、はい、洗剤とハンカチを合わせましょう。おお、どうやねん。あ、わかった。んで、239。はい。ほう、どっかメモっとかなあかんやん、これ。そうですね。何か紙、近くにある何かで。239ね。はぁ。239。239ね。まあまあ、別に忘れたらここもう一回見直してんやから。うんうん。これが、正直もうパスワードの一つやな、言うたら。イエス。重要なキーを手に入れました。なるほどね。これ239と読むんか、数字として読むんか、それとも、もっとちゃうもんとして読むんか、難しいとこではあるな。まあ、でも前回、ヒカルさん、キーを打つ場所を見つけたんですよ。ね、うん、でもあれ4文字やったんですよね、あそこ。確か。うん、だから239、で打てないですよね。とりあえずそこに行ってみて、ひもといてみるのもいいですね。ちょっと俺ね、このページ戻るの嫌なんですよ、今。なんか後ろから来そうで。なんすか、なんか来そうな気してるんですよ、俺なんかほんまに。そんなことないですよ、大丈夫ですよ。なんか俺ね、結構俺関数遠いから、うんうん、正直なんかもう分かってるんですよ、なんかもう。多分、これイベント進んだら、うん、絶対あいつ来よる思うんですよ。あ、やつが来ると。そんな気してしゃあないから、とりあえず一回エンターボタン押してみるか、一回。やっぱおった、お前おったか。今日も結構お前近い距離おるやんけ、おい。ああ、ああ、ああ、待て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 勝つ勝つ回収。ここで俺はやるやるだけ見たらやる。そういう男、俺は昔からそういう男だ。ああ、ああ、ナイスナイスナイス。
逃げ切った。ああ、それで239の書き方が、うん、結構特殊な書き方だと思うな、239が。そうですね。ちょっと239打ち込んでみようかな、一回ここに。くっそ。セーブしよう、一回。うん。ここら辺セーブしよう。239か。もう一回見よう、鍵盤。あれもう一回見た瞬間、首とかないよな。さすがにダメやから。やめろ、それだけ。ほんま、お前やめときよ、ほんま。あんま俺人をちょくるのやめとけよ、ほんまに。うん、この239の綴り、これだ、2がな、なんかさ、己っていう字には見えんことないよな。あー。これを数字として見るか。これは謎解きや、要は。うん。逆から読んだらさ、B、E に意味わからんな、ほんま。なんや、これ。239。もう一回その、なんだっけな、あの暗号を入れるところを見てもらってよろしいですか。うん、確かに鍵穴の形と似とんねん、これ。うん。確かに。あ、9のところに、9とこの鍵穴が一緒やわ、確かにこれ。うんうん。そこが何やねんって話やな、ただ。ここに、うん。何やねん、これ。239。多分この形、この形も、何かしら、独特の数字の書き方につながってくると思います。確かにな。これ言うたら、簡単に言うたら、まあまあ、書き方とか、一番右はもう9や。うん。で、その左が、左？これはパターゴルフのパターじゃないな。これ何やろな。え、もう正直これ解かないことにはもう先進めない感じなんですか？そうですね。ごっつい何も掘り込んでいけたら、もうこれ東大生で無理やんじゃん。これほんま一発目から。ここで考えなあかんのか、もうすでに。これちょっと謎解き、時間かかるかもしれんぞ、これ。もう言ったらヒントはもうこれだけしかないんでしょ、言うたら。そう、うん、そう。ヒント少な！お前これヒント少なないか、これ。これ結構ここで断念するやつ多いやろ。あー。ロマンさんこれ自力で行ったんですか、それとも見たんですか、なんか。いや、二人で、弟と解きました。なるほど。なるほどね。なんか、最初から俺もなんかおかしい思ったね、確かに。うんうん。うん。239。これを、あ、こういうことか。ちゃうな。これな、どういうことなの、これ。239。二個目が、うん、ちゃうな。あー、なんやろな。これなんやろな。これむずいな。なんか確かに、鍵穴が若干ちゃうもんな。周りは左右対称なんやけど、真ん中だけなんかちゃうんやな。うん、左右対称ないんやな、これ。どういう風に見りゃいいんか、これを。鍵穴と同じように見たら意味わからんな。これ数字3つやもんな、これ。でも多分めっちゃ単純なことなんやろな、これ絶対。うーん、うん、そうでもないですか。そんなに結構ひねるんですか、これ。それともどうなん、気づいたらこいつ俺らのことバカにしょんないぐらいのことなんですか、これ。あ、そういうことかとは思うはず。なるほど。ちゃんとすっきりするんですね。モヤットボールは投げないですね、モヤットボールは。すっきりです。個人によります。なるほど。この、ただ9と、この一番最後のあれが9と、多分俺なんかリンクしようって気はするんや、これはまずもう。うん、これはもう一緒やん、言うわ。一緒やからといってどうなんやんって話なんやけど。うん、あ、でも239の組み合わせ変えるだけでなんか解けそうにないもんな、この問題。そうです、ね。そういう単純なやつじゃないもんな、絶対。多分なんか意味があって、これ解けるんか、俺これ。ロマン解けるんすか、これ俺。正直。これむずいな。なんなんやろな、これ。ただもう、この画面平和やな。この画面平和すぎて、俺もうこの画面ずっと粘りたいなっていうのもあるしな。穏やか。これは、ちょっと待ってよ。ヒントはもうこの数字と、この鍵の形だけやもんな。うん。
そう、ちょっと私もこれの解き方何だったっけと思って今考えてるんですよ実は。すっごいこれヒントやなほんま。これなんだろう、3の書き方がさあ、でもちゃうな、なんなんやろな、これ。こいつそんなややこしいことしてきよるな、ほんま。6。はぁ、むずいな。これまさに IQ 問題みたいなもんやな。IQ サプリ。これなんか、やっぱ紙書いた方がわかりやすいんかな、これ。なんか、そんなすぐに頭の中でいけるもんなんですよ、これは。いや、無理じゃないっすか。頭の中で解決できる問題じゃないっすよね、これ、多分。もう一回ピアノ見てみるのもいいかもしれないですね。ピアノ？ピアノ。わかった、これ。ピアノの鍵盤や、これ。おぉ！そう、俺ピアノの鍵盤でしか関係して思うんだけど、うん、ピアノの鍵盤やわ、これ。だから、なるほどな。ピアノの鍵盤に、これ、なぞられとんや、多分。このマークが。うんうん、で、一個書いてみよう、ここに。見えたわ。まあ、ピアノの鍵盤が怪しいなと思ってた、確かに、なんか。うん。うん、それはなんとなく俺も予想してたけど、ただ俺ドレミファソラシド何もわからんから、正直そこで来られても結構勝負きついなっていうのもあったんやけど、一回来るなよ、おい来んなよ、絶対来んなよ、絶対来た、お前どうすくぞほんま来たら。ピアノ鍵盤、ああ。はぁ、うんうん、239。申し訳ございません、天の声は分かりました。なるほど、これな、言ったら、なんだろうな、これなんや、これ鍵盤や言うてもわっけ分からんけどな、正直。これ音楽的な要素あるんすか？ないです、ないです。なるほどね、全く分からん。うん、ね、全体を見ましょう、全体を。全体見たら、そうやな、タカいましたね。タカが、タカがドラゴンプ、ドラゴンプがいましたね。画面ではなく画面ね、画面ない、画面ない、画面ない、ふわっと。ちょっと待って、これとこれ、って感じやな、これ。鍵盤のこの順番とかから番号が導き出されるって感じだから、もしかしてこれ。順番で、数字は必要なわけだから、何番目とかでやっていくんかな、これじゃあ。ちゃうんか。これ何や、これ。あ、わかった！え、ちょっと待ってよ。当てはまってる。俺でいける？うわ、惜しい！惜しい惜しい！俺惜しいぞ。いや、俺来たわ。いや、でも多分分かった。俺9は多分3番目に入るんや。んで、3は2番目や。うん。うん、2だけ分からん、これ。なんやこれ。2だけ、逆向けてんか、これ。あ、最後2や。392や。0392や。来たんちゃう、これ。来たんちゃう、これ、ほんまに。出てくんねん、絶対出てくんねん、おい。0392。あ、ほかい！でも惜しいです、ほんと惜しい。多分じゃあ2392ね、多分3と9はあっとんねん、絶対俺。自信あんねん、そこは。おい！なんで？あ、どっちも2なんや。あ、ほかい！いや、俺3と9はこれ絶対あったと思うねん。うん。鍵盤の音と一緒やったもん、あそこが。うん。じゃあ2だけや、問題は。ちょ、もう一回見に行こう。出てくんね、絶対出てくんねん。おい、出てくんねんよ、おい。よっしゃ、オッケー。2が何や、これ。2か。あの、金庫のパスワードは。わかった、わかった、わかった、わかった。うん。これわかったわ。お。これな、3番目が9じゃないんや、これ。これ0な、ここは0で、両サイドが2と9が入るんや。だから、両サイドの2と9を入れ替えたら終わりや。
どっちかがヒットするわ、これ絶対。見えた。簡単。よい。楽勝ー！あ、なってもだ。名探偵光る。すべて解けましたわ。簡単でしたわ。ありがとうさん。ありがとうさん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 。2309。9302。青かー！どなっとんじゃ！どなっとんや、これ。おい！惜しいとこまで来とる気するぞ、これ絶対。すごい惜しい。でもなんか、だいぶ離れてきちゃった。ああ、まあ、サウンド9はやっぱ合っとったんかな？うん、そういう見るとな。1ずつ分けてみるとかでもありかもな。はあ。いや、3はこれ絶対一緒やねん、ここと。で、この形も確かに9やったね、これは。で、うん、2のやつがなかったわけよ、形としては。うん、2がなかったね。これでんか、じゃあ。なわけない、ないがなんなわけ。なるほどな。これ、賞味無理やな、今日は。解けんな。もう時間かけたからで解けるわけちゃうけど。とりあえず。本当に、あと一歩ってところなので。名探偵光る解けそうなんやけどな、ほんまに。うん。まあもう、時期の問題でしょうね。もう俺正直コメント見ないんで、ヒント。うん、次もまた同じ状態でやろうと思うんで。お。いや、そんなヒントね、もらってやるようなやつ、まあ、あかんでしょ、こんな。この程度のこと一人で解けんかったら人生そこやっていけへんからな。こんなん俺も一人解いてもだろ、あんま一遍。バシコーン！って。2か。ちょっと待ってよ。うん。鍵盤とリンクしとることは間違いないんやけど。うん。だからもう3と9はもうほぼ確定みたいなもんでええと思う、多分。うんうん。これはもう多分、ブレへん。単純やと思うね。そこまで複雑じゃないと思う、多分。うんうん。で、あと2やねん。2が一番厄介やねんな、これ。あ、どっちに置くかで、ね、いや、どっちに置いても多分無理やったし、うん、と、そういう感じじゃないんかもしれんな。2はいらんのかもしれんな。でもいるわな、2いるわな、そら。いります、いります。これ、組み合、392しか思いつかんねんけど、俺。この0がなんか、よう分からんねやな。0。これなんかやっぱいるんかな。その最初の鍵盤の形を分かった。お、7なんやこれ。7。7。こうや。チャレンジやくそ。くそ。1、1、1、1、1、1、3と9。今日9と3確定した。これでかいなここは。これも確定ムードで俺行くからとりあえず一旦は。うんうん、これをブラしたらめんどくさいから、うん、正直2はどっちかに入るわけやな。 100% それは全然わかるわな。うんですね。こっちじゃあともう限られたわな、パターン的に言ったら。これ1なんか、これがもしかしてちゃうな。2でこっちが0やったしな、これ1回9 9 9。ちゃうな。分からんな。とりあえず一旦終わるか。ちょっと一旦終わりますか、じゃあ。はい、了解です。もう20分過ぎてるんで。はい、じゃあとりあえず一旦青に。もう多分確信までもうあと2ミリぐらいで来るんで、もう楽勝なとこまで来てるんですけど。これ正直これ解いたら終わりなんですか、青に。いや、まだありますよ。まだまだあるんですか。まだまだこれからです。お友達も見つけてないですしね。まあ俺もあいつら店で帰りたとこっすけどね、もう。たけしもいらないんで。もう、助けて帰ろう。おー、なるほどね。まあまあ。まだまだちょっと険しそうですけど、まあとりあえず一旦終わって。うん。反応見つつ、まあ俺はヒントだけやだから、コメントだからヒント出すなしな。なし。ネタバレなし。ネタバレしたら、面白くなくなってまうから。うん。よほど俺が解けんかって解けなんかするけど、まあそれはロマルさんがそれは調整するから、コメントでネタバレなしで。はい。天の声は頑張ってサポートします。はい、まあでももうあとちょっとやね。ほんまに。うん。あと一個。でもなんか当てずっぽで当てるの嫌やから。うん。完璧にこれやーいうので行きたいとこあるよな。そうですね。うん、最後にこう解き方とかなんか説明しちゃったりしてね。うん。それが一番かっこいいから。まあちょっとそれを目指すにちょっととりあえず次。また火を改めて。ちょっと今、頭が硬くなったから、一旦終わって、2日3日後ぐらいにもう一回ちょっと再チャレンジしたいと思います。じゃあ終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。